えっと、子供の頃から同年代で背が一番高く、成人の今195センチある男です。幼い頃から内向的性格でインドア派と自覚してますが、周囲から背丈にあるスポーツ等を必要に迫られたり、体系のノリや役割を共有されるなど、自分の悩みを理解されていつまでの人格を求められることが不安です。認証心理士に話しても贅沢な悩みと一周されたほか、第五さんの配信で同様相談しましたが、配信タイムマに問題が生じたと言われ、十分な回答がいただけませんでした。<laughs> 初心男性の言うような悩みを たまに人の心理師がおかしな人だったっていうのと、大悟さんのパソコンがおかしなことになったっていうだけなんですけど、まあ、もしそのあの日本の場合って平均身長が170ないぐらいなので、やっぱりそのキーの目というか珍しい人だよねって見られ方しちゃうのは当然だと思うので、あのもしそれがらだったらオランダとかに行っちゃった方がいいと思いますよ。あのオランダ、女性の平均身長が170で、男性の平均は180近くあるので、195とかだと日本でいう身長170センチぐらいの。 あの、ま、平均よりちょっと高いよね、ぐらいで、めちゃくちゃ高いこいつっていうことでもないので、なので、あの、さっさと外国行っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。あの、全く気にしないで生きるっていうのもできるんですけど、多分その全く気にしないで生きるが、できてないから僕に1000円払ったり、大悟さんに相談してるだと思うので、一回その、高身長の人の国行ってみると、ま、あの、別にあの、住むとかだといろいろ大変なんですけど、ま、1ヶ月とか2週間とか旅行してみて、 あの背が高い人だらけの国だと別にあのみんな自分のこと見ないんだなっていうので、まあ、それですっきりする場合もあるし、まあ、こっちの方が安い,いなっていうのであればあとオランダってあの日本人あのビザ取りやすいので。